バーチャルeゲーマーのうすいちゃん、こんにちは。こんうす。いつもいい配信や動画を楽しく視聴しております。ありうす。リクエストですが、アライアンス、アライブに登場するレンツォさんが、道案内をしつつバーチャルeゲーマーに楽しげに話しかけているところを書いていただきたいです。はい。彼に道案内される。バーチャルeゲーマー。合点だい。まずは、構造を考えるうすよー。全然四苦八苦しているうすよー。こういう感じ。の絵は、なんかこないだ、似たような構造を描いたな。まつわる様々を、すっかり諦めるのが、絵と気軽に付き合っていく、一つの道でありますが。そうは言っても、せめて直近の絵とは、あんまり被らないでいきたい、あれがある。譲れない願い。バチャイゲは、地図を持っているという、リクエスト。この構図だと、地図だかなんだかわかんないけど。まあ、いいよな。わからせようとしすぎると、どこかで歪みが生じますからね。背中で語るくらいの心づもりで、良いのではないでしょうか。背景の下書き、他はともかく雲みたいな、なんかぼんやりとしたものは、あんまりこれという線が、どうせきちんと書けず、なりゆきになるので。かなりダメ元みたいなテンションで、線を置いている節がある。線入れでは、絶対なぞらないけど、なんとなくイメージはこうだぞ、みたいな。それ以外は、前書していきましょう。遠くに山、まっすぐと続く道。手前にデカめの石なんか、ちらつかせると。遠近感が出ていいでしょう。奥には血まこく、鋭いギザギザを置くと。森が遠くにある感じが出て、雰囲気が、こう。なんか、天気が雨がちの世界だそうなので、手前はこう、道がぬかるんだ感じを。出すのは難しいけど、まあ前書、前章。彼についてやっていきましょう。じと目で、お口がこう、下の方についている。ラムザ、ベルオブタイプの顔だ。バーチャルeゲーマーは、じと目が結構好き。シンパシーがある。黒を基調とした。ファート、あとメタルがジャラジャラした感じの。パンクだ。こういう、何気なくつけているアクセサリーが。母とか妹の形見だったりとか、なんか物語の重要アイテムだったり、みたいな。そういう可能性があるので、油断ができませんよね。スケブで届いた、知らないキャラのリクエスト。道案内している感じ。になったかな。髪型、イラストとサンディでかなり違うですね。色すらも。房ごとに、一本線がスッと入って、エッジ感が強まった雰囲気。ナイフのような。こう。まあ。ほげー。奥にある森の手前は、湖っぽくして、木々を反射させるなどすると、綺麗な感じが出つつ、面も埋まり、かつ湿っぽい世界観が、強まりそうな気がします。そういうあれで、行きましょう。いいかもー。できた、線が、塗ります。とりあえず、サンディの方の色合いで。おいおい、背景やらなんやらと、雰囲気を合わせていきましょう。バーチャルeゲーマー。背景は、曇天の昼間なので、全体的に白っぽい感じで、曇天の昼間は、なんか白いイメージがあるので、水面の色を、真っ白にしたりすると、曇りの日って感じが出ていいですよね。どういう立体なんだ、彼の髪型は。なんとなく、なんとなく。お肌は白っぽくて、あまり血色の良くない感じ。雨続きだから、あんま日焼けしないんだろうな。白を大切にしていきましょう。彼にも白を、足していきますが。元の塗り色が、ややビビッドなせいか、白を入れると目立ちすぎますね。
全体を淡く、儚げな色にしてみますと。良さそう。馴染んだかもしれない。彼が、白と、背景に。雲の描き方、糸口が見えない。わからんわからん。絵がぼんやりして感じられるときは、深く考えず白縁取りだ。よし。はい。仕上げに、湿っぽくさせまして。雨も降らせまして。できた薄。雨の絵って、そんなに描いてこなかったですが。とりあえず、雨に見える感じはするので、良かったのではないかと思います。バーチャルeゲーマー、スケブ。リクエストに際して、なんとお金が、かかる。お金が減る、バーチャルeゲーマー、スケブ。しくよろ。